あの池ヶ谷さんにそこどいた方がいいですよって言われて、はい、でその後自分の歩が刺さって勝った時の気持ちを教えてください。いやー、美味しい塩でした。塩ペロペロということで、今田さんがペロペロということね、美味しい塩でした。一旦は池ヶ谷さんを突き放した。しかし池ヶ谷さん、地の底から這い上がってきました。はい、もう油断はしないです。さあ、もう塩は送らない。野田ダイヤと戦うのは俺だと、ここで初めて持ち帰ったインバーダさん。おっと、よっしゃっか、やりましたよ。これ核の炎が池ヶ谷さんに燃え尽くした。池ヶ谷さん、ダイヤさんと戦うときはめっちゃ警戒するんですけれども、インバーダさんと戦うときは だから一切警戒してなかったんで。インバーダだから警戒しなくていいじゃないのよ。